れなんか見えてますかね。海面から湯気のように立ち上ってるの見えます。こういうね、気温が下がって水温が、まあ、高い状態になるとこういうふうにガスが出てくる。でまあこんな感じで、ね、曇ってくる。この時期はの舞鶴ではよくありますね。はい、魚釣り始める前にちょっとだけ間垣の作業をしてました。でこれが今の身入りです。前々回ですね、間垣取りした時に一度中をね見てもうた思うんですけど、その時に比べたらだいぶ朝釣りをするだけでこれだけ身が入ってくると。まあちょっとまだこれ緑がかってるの分かります。今夜まだダメなんですよね。まだ今夜はダメで、まあこの辺になるともう半透明でもなくなってきてますし、十分商品としていけるんじゃないかなと思ってます。でもうちょっとね、もうしばらくつけてみて様子を見たいと思います。ちょっと針を大きめにしました。今頃釣れるアジって大きいなると25センチぐらいありますので、もうそれぐらいの方がいいかなと。あんまりちっちゃいと切られてしまうので、ベタとこでやります。あ、おお、いきなり来ました。あや、一発目から、おお、大きいね。おお、春にもイカダでアジ釣りしたんですけど、大きなトーン分かります？ちょっと端折りましたけどね。もうこれで、だいたい大きさ26センチ。今これぐらいのが来ます。油も乗っててね、すごく美味しい。ちょっともう締めました。このアジはこの周辺のイカダ回遊しとんでね、釣れになると途端に釣れまるんでね、なるべく巻き入れしてさっさとやっていかんと釣れなくなるんで、まあピタッと釣れなくなると思う。もうダメかもしれない。あ、来ましたね。お、ドラグが来た。おおおお、すごい来ますね。あ、ドラグ。こうやって一匹だいたい複数かかることはなくて、一匹一匹かかるんで、ここは基本的にもう取ったらすぐ脳天締めしてチンきます。川、馬面ハギですね。ちょっと、ああ、落ちた。逃げられました。しゃあね。これ、すごい低い。何やろ。2がかり。すごい。あんまりないですけどね、この時期。1匹ずつなんですけどね。今は滑走の方におるんちゃうかなと。で、モンドリ、ああ、1匹おるかな。ああ、入ってますね。20センチちょっとですね。ちょっと待ってくださいよ。そこそこ A サイズ。20前半ぐらい。この間を入ってこれるやつだけ入ります。だからこれよりもうちょっと大きいのが入るんちゃうかなと思うんですけどね。ここをちゃんと固定したるやつやないと入ってきませんね、大きいやつ。この対抗の高さ、まあ、対抗にね、これを上回るような大物は入ってきませんね。でも十分です。これで20前半ぐらい。よいしょ、カワハギは生かします。これも微妙ですけどね、まあいい。よし、
はい、じゃあもうこれぐらいにしておこうと思います。ウマヅラが1匹と、あとアジです。何匹おるやろ、10匹ですね。もうとりあえず今回は出荷するわけじゃないんで、これでいいかなと思ってます。カワハギは4匹だけでしたね。もう取れなくなりましたね。ちょっとサイズも小さなったな。うん、まあこれは出荷したいと思います。一応ね、アジの開き頑張ったんですけどね、あまりに下手すぎて、これボツ確定ですね。もう映すんやめときます。これ下手すぎるでしょ、これ。もう怒られそうなんで4匹でやめました。それでは帰ります。次回、何をやるかまだ未定です。どうしようかな。ナマコがね、11月末から一応解禁なんですけど、まだ水があったかいんで出てきとらん思うんです。おそらくナマコは12月入ってからやることになる思います。まだちょっとね、次回決まってないんですけども、また何か考えて動画を作りたいと思います。それでは、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。